ドット絵で描かれたウィキペタン。これは4倍に拡大したもの。実寸ドット絵の解像度比較ドット絵とは、主として、コンピュータ上における画像の表現方法、作成方法の一形態であり、表層的には、通常の目視でピクセルが判別できる程度に解像度が低い、ビットマップ画像と捉えることができる、ピクセルアートとも呼ばれる。ドット絵は、 主に黎明期から1990年代前半にかけてのパーソナルコンピュータもしくはコンシューマー向けゲーム機で最もよく用いられた表現形態である2000年代のフィーチャーフォンでも多用されていた当時は画面の解像度及び発色数メモリ容量 CPU 速度などのハードウェア的な制約及びそれを受けたソフトウェア的な制約から ベクトル画像や大規模なビットマップ画像を使用できなかったため、やむなく限られた解像度、色数などでグラフィックを表現する必要性があった。その中で、いかに美しさや視認性の良さを追求するかが、当時のグラフィック作成における肝であった。特に移動するオブジェクトについては、スプライトという小さな画像単位で扱う必要があり、従って、 ゲームのキャラクターなどは総じてこのスプライト内に収めるために何らかのデフォルメを施されて表現されることとなった。また、キャラクターのデザインにおいてドット絵で表現されることを前提とした特徴を備えさせることも珍しくない。世界で最もよく知られている任天堂のキャラクター、マリオの口ひげや帽子、手袋、服のサスペンダーが最たる例である。 1990年代中期からポリゴンやテクスチャマッピングを駆使した3次元コンピュータグラフィックスによる立体的、写実的な空間表現が台頭し、さらにハードウェアの性能や画面解像度が急速に向上するにつれて、次第にドット絵はコンピュータ上でのグラフィックス表現の主流ではなくなっていったが 3DCG にはない味わいを持つアートの一、 形態としてドット絵が再評価される動きもある。ブラウン管方式のテレビやモニターで表示することを前提としていた時代のゲーム作品では、開発機材もブラウン管を使っており、ブラウン管特有の自然な滲みを前提としてドット絵が作成されていた。このようなドット絵をブラウン管で表示すると、実際の解像度よりも高い解像度で豊かに表現されているように見えるが、 液晶などの画素の境界がはっきりした画面で表示すると雰囲気が変わってしまいチープな印象を受ける。また、ブラウン管は画素が横長の長方形であったため画素が正方形の画面で表示すると重横比が変わってしまう。デトロ表現手法の一つとして液晶画面でもこのブラウン管での表示を疑似的に再現するためのソフトウェア的な試みがなされることもある。 英語のドットは、本来、点や、水玉という意味だが、ブラウン管の滲みにより、丸く見えたことからドットと呼ばれるようになったという説がある。ありがとうございます。